経営理念っていうのはね、いろんな人がいろんな角度から定義づけするんですけど、私の場合はですね、二十歳でしょ、でがむしゃらでしょ、人生二の足でしょ、経営理念なんていらないんですよ。ところがですね、20年やったら40歳、ちっちゃな家も建ちました、車も買いました、会社もちょっと安定しました、収入も普通にいただくようになりました。人間そうなるとですね、なんか働く意味みたいなのがね、そのなんか薄れていくんですよ。いわゆるそのハングリー精神と人生に慣れてきたわけじゃないですか。ところがハングリー精神はもうなくなってきてくるわけですね。そうするとですね、何のために働くんやっていう理屈を作らないと働けないんですよ。いや、働けないっていうのはぼーっとは働けるんですよ。人以上に頑張って働くには理由がいるんですよ。人間明快な理由がないと人間って働けないんですよ。何のためとか、もうその愛するこの人のためにっていうのがね、それが持続するんだったらいっぱい働けるでしょうね、なんかあれば。だけどそれがですね、私にとっては経営理念なんですね。だけど本来はそういうものなんですね、経営理念って。経営者がそれがないと明日はもういちいち頑張れませんっていうもんでないといけないと思うんですね。でそれをその時に、だからもうハングリーがなくなっちゃったからもうサボっちゃうんで、このためにやんだ俺は言って、だから65歳になってもまだやってる、死ぬまでやるんだみたいな。それがなかったらもう遊んでます。でそういうもんだと私は経営を解釈したんですね。なんか求めていくのかっていうふうに選択になった時に、競輪を作って俺はこのためにずっと頑張るんだと思ったから、あんまり遊んでないんですよ。真面目にやっとるんですよ。そういうもんです、競輪とは。でその確信は、要するにもう人生二度なしです。人生二度ないんだからどうすんのと。やっぱり少しでもこういうちっちゃな業界だけど、やっぱりこううちの会社を立派にして業界で、あ、素晴らしいなと思って、みんなに認めてもらって業界の貢献も発展にも貢献できるしという、まあ、その程度のことなんですよ、結局はね。やっぱり経営理念というのは本当に必要性を感じて作ってる人ってたくさんいないんですよ。園芸の仕事なんていうのはもう好きな人がコツコツやってきてこうなってる人がほとんどなんですよ。だから好きだから続いてると。でふっと振り返ってみたら、あ、そういう業界なんだなと。ちっちゃな業界なんですよ。でみんなが、私もそうですけど、そこの親父が創業の時スコップ持ってで植木植えたりしながらコツコツ、お店だったら1点出して2点出してみんなこうやってきた人がもうほとんどのような、そういう中小零細の塊みたいな。ですからうちがその仕事で大手になってもシェアはちょっとなんですよ。個人の人がたくさんやってるから。そういう業界なのね。ちっちゃな商店ってみんなお金、社員5人になってで500万儲かったら500万社長が取るんですよ。で個人経営って1000万だったら1000万社長が取るんですよ。それ個人経営なんですよ。例外はほとんど見たことありませんが、そういう零細企業の業界なんで、普通の経営をして見せたいんですよ。自分で私は取りませんと。だからその昔からうちはそのお金は1000万残ったら会社に残したんですよ。で園芸業界を調べていただいて分かりますけど、うちみたいに財務体質がちゃんと貯金も C の自己使用率が高くて、そんな会社は全くないですよ。そういう業界だからこそそういう風なのを見せたいんですね。でもうちょっと立派になったらそれは理解していただけると思うんですけど、今はまだ規模的にそれがまだなかなか理解されてません。やっぱりそういう自分が目指す経営って公明正大な経営をしたいわけですよ、見本になるような。そうするとね、そういうのはね、どうやったらできるか言うとね、もう上場のしか方法はないのよ。上場ってのは株を売ったり買ったりするところに出るわけだから、本当は嫌いなんですよ。だけどそういう
そういう機関がないのよ、上場以外に。公明正大をきちっとその やってくれるという。上場したら数字は 100% ごまかせないし、きちっと正確でしょ、全部ガラス張りでしょ。その普通の会社として個人商店じゃなくて私物化しない経営、かっこいい経営をするっていうのは上場なんだろうという思ったということですね、最終的には。